チャーですけれども誰が上がるか、西牧選手がキャッチャーで松尾選手がピッチャーできます。さあ佐野監督、二遊間左投げという、まだ確かに二遊間が左投げ、ちょっとしょっぱいですね。なぜこの守備位置にしたんでしょうか佐野監督。何か狙いがありますあるんでしょうね、作詞ですからね。ここはさあショート今永選手、こちらも注目。ずっとショートに、ちょっとショートにしか投げてますね。飛ばしら選手が、駒田が事故も使われたが行われてますね、飛ばしら選手が。なぜみんなに投げないんでしょうかね、飛ばしら選手が。ずっとショートに投げてますけど。はい、さあシミュレーションが終わりまして、さあそろそろ4回の表行きましょうか。はい、さあ今回は、すいません。どうぞ。代打俺で。代打4回仕掛けてきた山田。